特集です。大和市の工房に自分たちを変わり者集団と名乗る会社員たちがいます。変わり者集団が今挑戦しているのは本当の福祉、その福祉に対する思いなどを取材しました。それで人がやってないことをやりたい、まあ、変わり者集団ですから、そしたらそういう人がやってなくて自分以外の誰かも笑顔にできるものがたまたまあったっていうのは、それは多分運命だと思いますから。それでこう話すのは、大和市にある工房片山技研の社長を務める片山修吾さん。そしてこの度片山技研が開発したのがこの三輪バイク。このように乗って、でこちら座ってれば自分で閉められて、でロックをかけるともうがっちり動かない。そう、この三輪バイクは車椅子利用者が車椅子に乗ったまま一人で運転から乗り降りまでできるバリアフリー型のバイクです。開発のきっかけとなったのは従業員の島津哲也さんの影響がありました。当社の島津2級の障害者なんですけども、彼と話した時に介助されて乗るっていうのは障害者の方本当は嫌なんですって。行為をねずっと受け続けるのが嫌だっていう人もいっぱいいるんです。でなんとか自分の力だけでできるのが欲しいっていうのが、口には出さなくてもそれが本音だと。それで当社の三輪を作るのには経験がありましたんで、よし面白そうだからやってみようと、そういうことです。島津さんは20代の時バイクを運転中に事故に遭い、車椅子生活となりました。現在は日常生活に支障がない程度まで歩ける状態になりましたが、16歳から乗っていたギア付きのバイクに乗ることは困難となりました。もう一度大好きなバイクに乗り爽快感を味わいたい、捨てきれない思いがありました。車椅子利用者が乗れるバイクを作りたい、こうした思いから島津さんは当時勤めていた IT 会社を辞め、訪れたのがバイクなどの改造を手掛けていた片山技研でした。同じような体験を持っている人たち、または車椅子の人たちが自分が味わったようなその風を受けて走れる楽しみっていうのをですね、そういうのを体感してもらいたいなというところから、こういう車椅子で乗れる三輪バイクっていうのを作り始めたっていうのがきっかけなんです。最初ね。これまでの経緯を話すと、片山社長も高校時代にバイクで事故に遭い、あわや足を切断という大怪我をした経験もあり、二人の思いは一致。早速作業に取り組みました。こだわったのは、車椅子利用者が他の人から手助けを受けずに運転できるバイクでした。普通の自動車っていうのは車椅子から降りて自動車に乗り換えると、そういうような作業が必要なんですね。でそうすると、そこら辺っていうのは全然バリアフリーでもないなという、私はそういうふうに思ってるんですけども、どうすれば車椅子のままバイクが運転できるのか。2人が選んだのは普通自動車免許があれば運転できるトライクと呼ばれる三輪バイクでした。そして試行錯誤の中発見したのが、この型をベースにスロープを取り付けることでした。車椅子でもレバー操作により一人で乗り降りができるバイクが完成しました。二輪のバイクよりも安定して運転ができ、何より全ての作業が車椅子に乗った状態でも一人でできることの喜びを感じました。初めて運転免許を取得してバイクに乗った時よりももっと大きかったですね。やっと乗れたんだというような気持ちが、すごく込み上げてきて、かなり涙が出そうなぐらい嬉しかったことは確かですね。特に
その自分が作った形としては大きな感動はありません。それは技術屋ですからやればできるのは当たり前ですね。だからそうですね、喜びといえば、うちの島津の友達にもやはり、半身不随で、普段三輪に乗ってる方がいらっしゃいます。でその人は車椅子から乗り移るのにいつも乗ってるんですね。でその方にまず第一回見てもらって、それでご自分でこうやって動いて乗った時にすごい笑顔をしました。僕は表に立たなかったです。わざと奥の方で見てたんですけども、あの時の笑顔はやっぱり制作者としては喜びですね、はい、バイクには車椅子を優しく温かく包み込んでほしいという思いを込め、コアラと名付けました。誰かの手が必要な状況にとどまっていては本当の福祉とは言えない。最後にそう話してくれた大和の変わり者集団は今日も挑戦を続けています。片山さんらが製作したバイクは今後福祉車両の認証を目指し、1台100万円程度の販売を考えていて、片山さんらは障害者の雇用につながればなどと話していました。以上特集でした。コマーシャルの後はニュースフラッシュです。